このライトは周りに LED のストリップがずっと入っておりまして、こうねじることによって簡単に畳むことができます。写真撮影に使うような丸い、リフレクター反射板があるんですけれど、またいらないというか片付けるときにはこう、畳むとこれぐらいちっちゃくなると。月にすごく子供の頃から興味があって、なんか夜になるとなぜか月が出てるとこう見上げてなんか何分も眺め続けるみたいな不思議な子供だったんです。紙で私がデザインしたようなもの、簡単で、1枚の紙に2本の切り込みを入れてですね、このくるくるっと丸めた時にそこの部分がピュッと立ち上がるように折っていただいて、でその立ち上がった部分に LED の電球をつけると、それでバッテリーにつなげばいいだけの話ですね。2011年の日本であった大震災、いろんな人が体育館みたいな広いホールに避難している、暗闇の中で夜なんかも本当に真っ暗な状態で暮らしているニュースを見まして、私照明のデザインをやってますので何かできないかなって考えた時に、例えば本当に簡易な懐中電灯みたいなのが作れたらすごく役に立つんじゃないかなっていうふうに考えまして、ハンカチフライトって言ってプラスチックの板にただ一本切れ目を入れて電球を間に挟んだだけの作品があるんですけれど、それが一番最初の照明の作品ですね。一番綺麗な形みたいなのを、見つけるために時間をすごいかけましたね。なので、プラスチックの板を手に入れて、それでもう曲げたりとかいろんなことをしてみて、なるべく素材のなりたいような形を探してあげたんですね。旗みたいにこの黄色いものがついてるんですけれど、蛍光色の、布ですね、あの布が光っていると、で回転するのでこのフロアスタンドみたいに見えるっていう作品ですね。もう前から光だけが空中に浮いているみたいなものをプロダクトとして実現したいっていうのがありまして、3年ぐらいずっとそれが頭になったので、3年っていうとだいたい1000日ぐらいかなっていうことで、わざわざナイツってタイトルにしてるんですけれど、でビクトリア&アルバートミュージアムで見せたんですけど、であれは燃えないように、特殊な綿がついてるんで、雲を通して見える光っていうのは結構美しくて、でわざとあの雲の中に照明を入れてあのライトとして見せようっていうのがあのコンセプトですね。何か光が、電球からじゃなくて、なんか光だけの雲みたいなのがあったらいいなって昔から考えてまして、例えばスプレー缶の中に光る液体みたいなのがあって、で例えば寝る前にこうベッドの上にするのとスプレーして、ふわふわふわっとなんか柔らかい光が20分ぐらい光ってて、20分ぐらいしたら自然とふわっとなくなるみたいな、そういうライトができたらいいな。別になんかミニマリストでもなく、結局買える素材も少なかったので、なんかそのスタイルが自然となっていったっていうのがありますね。